チャー RWS ドリブル塾茨城千葉支部代表のなごむです。はい、相馬コーチです。今回はこのマーカー4つを使って浮き球処理とボールコントロールの動き方、あとは2人1組でやるトレーニングになりますので、ぜひ参考に真似をしてみてください。はい、ではやってみます。実際にやってみたこのボールトレーニングなんですけれども、まず一つ目にやったのが横にサイドステップをしてインサイド、あとはインステップ、あとはインステップのツータッチ、前に進む、前に進んでショートバウンドでインサイド、相手の胸に返してあげるのと、後ろに下がる時はノーバンでちょっと距離があるんですけれども、相手の胸をしっかり狙ってパスをする。次に斜めに進んでモモトラップをして真ん中に戻ってから逆の斜めのマーカーに進んでモモトラップをする。で最後にやったのが斜めに進んで後ろにバックをして胸トラップしたらインサイドかインステップでしっかりと相手の胸を狙ってパスをするというボールコントロールのトレーニングをしたんですけれども、ポイントはまずは投げ手はそんなに意識しなくてもいいので、やる側はしっかりとインサイドだったらインサイドの面で当ててあげて胸に返す、インステップも一緒ですね。あとはステップをなるべく早くしてみてください。で余裕ができたら顔を上げて首を振りながらやってみるのもいいんじゃないかなと思います。でこのトレーニングは動きも入ってくるので、ぜひね試合の前とかのウォーミングアップでぜひ使ってみてください。まあ、コーンマーカーがなければマークをつけてね、自分でこうやってマークを作ったりとかして、その中で動きを取り入れながらボールを扱うっていうのを、サッカーは止まってするスポーツじゃないので、そこを取り入れながらやってもらえればいいのかなっていうふうに思います。すごいしっかり体が温まるので、ぜひね試合の前にチャレンジをしてみてください。今回のこの動画がいいと思ったらグッドボタンの方よろしくお願いします。まだチャンネル登録を済みない方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。今回はこんな感じで動画を終わりにします。ありがとうございました。ありがとうございました。